オリックスの宮崎キャンプは今日はお休みでした。本来ですと今日はね、紅白戦が行われる予定だったんですが、雨予報もあって、で今日お休みを前倒しにして、明日に紅白戦を持っていきました。で今日お休みです。まあ、実際今も宮崎は雨が降っています。最近なんかパターン化してきましたが、僕の部屋で今日は喋っています。で今日はお休みなんでね、キャンプ情報はお伝えできないんですが、まあ、ここまで僕がキャンプ中継やあるいはこの取材インタビューを通じて知り得たことをもとに、このキャンプのトピックスベスト3をまとめてみました。でおそらくね、皆さんとそんなにね意見違いはないと思うんですが、まあ、そこに少しこう補足的な説明も加えていきたいと思います。まずはそうオリックスキャンプ、ね、このトピックスベスト3の発表、いろんなことを挙げればキリはないんですが、ベスト3ということにしました。まずは第3位です。はい、太田紅林ら若手の躍動っていうね、ことで、もう本当に若い選手が頑張ってます。実際紅林選手なんかはね、去年からパワーアップを本当目指していて、体もまた大きくなりましたしね、実際に紅白戦でもホームランを打ってます。太田選手も3年目、なんかこう貫禄もついてきましたね。実は今日2月14日は太田選手の誕生日なんですが、まだ若い2人が頑張ってますね。3年目太田、2年目紅林、まあ、この2人の二遊間コンビっていうのも楽しみなんですが、まあ、紅白戦では紅林選手は3塁も守っていましたし、太田選手はずっとセカンドですね。まあ、ここに義母選手なんかも入ってきますから、まあ、非常に紅林、太田だけではなくて、本当に他の若い選手も非常に目立ったというキャンプ前半ではありました。まあ、特に今年はこう1軍2軍の、ね、枠を設けていませんので、若い選手がこの A 班メイングラウンドで見ることができましたので、まあ、余計にこう目立ったのかもしれませんが、まあ、それでもやっぱりこの若い選手のこのレベルアップ底上げというのが、ね、非常に目立った前半ではありました。これからまあ実戦で、本当結果を出していかないといけないということになるんですよね。紅林選手、紅白戦でもホームラン打っています。太田選手もタイムリー放って、先日宮城投手から大ファール、もうホームランに僕は放送席で見えたんですが、太田選手も、まあ、僕もホームランだと思いましたが、審判が言ってるのでという話で、実際打たれた宮城投手はあれはホームランですと、認めておりました。続いて第2位、若手から一転ベテランです。はい、第2位は能見投手の存在感ということで、もうこれ皆さんもねお気づきだと思うんですね。もうキャンプ初日からブルペンに入って、実際この4連投ですよ、第1クールね、まあ、去年もそうだったらしいんですが、第2クールに入ってもブルペンに入るということでしたね。で第3クール終わった時点で能見投手に話を聞きますと、ここまで大体600球、600投げたそうなんですが、まあ、本人のね当初の、まあ、計画では第3クール終わったあたりは800ぐらいは行きたかったなという話もしていたんですよね。まあ、それでも本当に球数、おそらく、これ今村スコアラーが話をしてくれたんですが、おそらくですよ、ここまでは一番球数投げているのは能見投手じゃないかという話をしていましたね。まあ、実際走る姿もね綺麗で速い、なんかこう距離走は何本か免除はあるそうなんですが、タイム走、これは免除なしということで、時間とか競争になってくるとね、やっぱりアスリートは競争心に煽られて、ついつい思い切って走ってしまいますということで、上位に入ってますからね、これは素晴らしいですね。で実際キャッチボールをした、ね、山本由伸投手なんかも、もうすごいボール、ボールが強いです、長年プロでやっている選手というのは実際こうなんだろうなという感想を持ってましたね。でこの能見投手も、コーチ兼任ですからね、実際にこの他のピッチャーも見なきゃいけないということはあるんですが、まあ、ここまではメインは、ピッチャーでやっていますんでという話で、まあ、コーチ会議に入ってコーチの皆さんの考え方を聞いてね、ああこんな考え方もあるんだななんていうふうな発見もあったそうです。まあ、今は本当自分中心って言いますかね、選手としての練習中心ではあるんですが、その中でも、いろんな心構えであったりとか、いったそういった精神的なことも含めてね、アドバイスをしているという話でしたね。オリックスは若いピッチャーも150投げるピッチャーがもうゾロゾロいるんで、もうそのポテンシャルには驚いているという話もしていました。さて続いては第1位、まあ、これも皆さんそうかな、吉久の復帰です。これはまあビッグニュースですね。
2月10日に、入団会見の発表が復帰会見がありまして、翌日からもう練習に参加して、先日はブルペンにも入りましたからね、まあ、この平野投手の存在というのもこれ大きいですから、まあ、特にまあ後ろを任されるんだと思いますけどもね、まあ8回なのか9回なのか、まあ、9回というね、ヒギン選手がちょっとね、コロナの陽性が出たということもありますので、そこでちょっと調整遅れますから、そうなってくるとクローザー吉久復活、ということになるんじゃないですかね。実際にね、先日は僕がインタビューを、しましたけどもね、全くユニフォーム姿も違和感がないでしょ。なんかね、いい感じでしたね。本人も3年のブランクはあるんだけども、一部知らない選手も増えてはいるんだけども、基本、何も変わっていないし、非常にいい感じで、チームに入り込むことができましたということを話してくれました。やっぱりこの能見投手にしても平野投手にしても若いピッチャーが多いんでね、やっぱりこのチームを引っ張っていってほしいなと思うわけであります。さて、そんなベスト3、おそらく皆さんとあまり変わってないとは思うんですが、もし何かこんなものがあればっていうのがあれば、ご一報ください。で、番外編なんですよ。で、さっきも申し上げましたが、明日、まあオフが中継日になったでしょ。野田さんはもう帰っちゃったので、次の解説の薮さんは火曜日に入るのね。ということは明日の解説者いないので、これは福良 GM に申し上げました。球団の都合で、日程が変わっておりますので、なんとか解説者も球団の方で、用意してもらえませんかということを申し上げました。でそういったこともありましてですね、福良 GM が見つけてきてくれました。で福良さんもひょっとしたら出てくれるかもしれません。まあ、そういう楽しみがあるんですが、明日のこの J スポーツのキャンプ中継の解説者は一体誰なのか決まってるんですがね、明日の放送のお楽しみということで、皆さん楽しみにしてください。というわけで、今日はキャンプはお休みということで、今日も僕のホテルの部屋から、お伝えしました。宮崎は今日も雨でした。また明日。